皆さんこんにちは、中田あゆです。はい、先日5月25日のホーム最終戦をもって、 WE リーグ2023-24 シーズンの全日程が終了いたしました。たくさんの応援、本当に本当にありがとうございました。チームを応援してくださってる皆さんもですし、個人的に私を応援してくださっている皆さんにも本当に本当に感謝の気持ちでいっぱいです。オフシーズンに入るので、その前にまずは皆さんにお礼の気持ち、感謝の気持ちを伝えたいなと思ってこの動画を撮らせていただいています。何かをこう読むものを用意してとかないので、本当に気持ちのままにお話しさせていただきます。はい、チームの最終順位としては、7位で、リーグを終了しました。昨シーズンが6位だったので、昨シーズンを上回る、順位にはならず、一つ落としての、リーグ終了になってしまったので、そうですね、いろんな気持ちありますけど、悔しい気持ちの方が大きいかなという感じです。はい、でも本当にどんな時も皆さんの温かい応援があってここまでやってこれたなということは本当に言い切れるので、本当に皆さんには感謝してもしきれないなと思っています。はい、特に、チームのサポーターの皆さんにはなかなかホームゲームで勝利を届けられなかったなって、特に後期はなので、はい、やっぱりホームで勝ってみんなで喜び合いたいなっていうのが本当に私たちもですし、皆さんも絶対思ってることだと思うので、そこは本当に悔しいですけど、今こうね、思っても結果が戻ってくるわけではないので、やっぱりまたみんなで思いっきり喜び合えるように、笑い合えるように、またこれから、いい準備をするためにも、まずは今オフシーズンに入っているので、今は一旦ちょっとお休みモードなんですけど、もっともっと応援してもらえるチームになれるように、休むことも準備の一つとしてこう楽しみたいなと思っております。はい、あとはその、会場に来て応援できなかったよっていう方とか、あとは SNS とかでこうメッセージを届けてくれながら応援してくださった方もいるので、本当にそういう方々にも本当にパワーをもらっていましたし、本当に励みになっていたので、直接ねお会いできなかったりお話ができなかった方にも本当に感謝しています。ありがとうございます。もちろんこの YouTube のコメントとかもこうたくさんくださった方もいて、本当にありがとうございました本当に人に感謝する一年だったなと感じています。もちろん応援してくださる皆さんにもですし、チームメイトのみんなだったり、常に応援してくださる、サポートしてくださる、パートナー企業の皆さんだったり、あとは家族友人、本当に私に関わる全ての皆さん、みんなに本当に感謝を伝えたいです。ありがとうございます。ありがとうもう本当にこの動画は多分ありがとう動画みたいな感じですでも割と私は自分の気持ちとかを直接お話しできる方にはしたりとか、SNS とかでも結構自分の思いを書いたりとか
まあ、割としてる方だと思うので、まだインスタフォローしてないよとかいう方はぜひフォローしていただいてチェックしてくれると嬉しいです宣伝とかじゃないよまあでも本当にこういう YouTube の場があって、直接というかこう言葉で皆さんに動画でこうやって伝えられることができて、私もすごく嬉しいし、ぜひたくさんの皆さんに見ていただきたいなと思っております。はい、もうねオフはスタートしていて、まあとはいえまだね試合が終わってから数日しか経ってないので、本当にもうゆっくりまったり過ごさせていただいているんですけど、まあこれから少しずつ羽を広げ出していろんなところに行ったりとか、美味しいもの食べたりとか、少しはお酒も飲んだりとか、いろんな人に会いに行ったりとか、まあしたいなと思ってるので、まあ全部が全部かはちょっとわからないですけど、まあできるだけこの YouTube の動画にできるようにしたいなとは思っているので、まあ編集の兼ね合いとかもあって、こうすぐに動画を出せるかわからなくて、まあ時差にはなってしまうと思うんですけど、まあオフの様子なんかも皆さんにお届けしたいなと思っているので、ぜひ楽しみにしていてください。ね、だってリーグというかね、試合がないとなんかみんな寂しいってロスしちゃうでしょ休日に何しようってなっちゃうってよくそういう声聞くので、皆さんが退屈しないように、まあ YouTube も含めインスタとかも更新できるようにしていきたいなと思っています。コメントメッセージぜひ待ってます。というわけで、まあ今回の動画はそんなに長い動画ではないんですけど、皆さんに、今年1年ワンシーズンの、感謝を伝えさせていただきました。改めて本当にありがとうございました。これからも応援よろしくお願いします。